当に渡るんだろうな。底なし沼もあるって話じゃねえか。それに、クラウドさん、周辺に美しい鉱石はありませんか？それらは誘導石と呼ばれ、旅人を召喚獣の祠まで導いてくれるそうです。誘導石は破壊することで導きの光を発します。見つけたら どんどん壊してみてください。誘導石の光を追いかけると、各地で語り継がれている召喚獣の祠が見つかるはずです。その中には召喚獣の知識が結晶化した巨大なクリスタルが眠っています。召喚マテリアを強化するためにも、祠の発見およびクリスタルの解析をお願いします。 神話の時代、地底に封じ込められていたタイタンが目覚めた時に大規模な地震が起こったそうです。その地震によって海から隆起した大地がグラスランドになったと言われています。<笑><笑>
ましょう。召喚獣のデータを抽出するにはクリスタルとシンクロする必要があります。頑張ってくださいね。召喚マテリアを強化することができます。Ugh.
調べたところ、共和国時代のクラフトチップが埋まっている場所が分かりました。現在では手に入らない貴重なレシピが見つかるかもしれません。ぜひとも探索をお願いします。
あれを見ろ。セフィロスだ。本当？追うぞ。急ごう。よろしくね。やってみる。
私、わかる？エアリス。おかえり、クラウド。セフィロスも。やっぱり、セフィロスは強いな。あの連中もセフィロスを追っているのかもしれない。うん、そんな感じするね。俺たちも行こう。セフィロスがいるのか。わからない。モンスターいそうだね。いかにも。ザコは適当にあしらう。深追いは禁物だ。ザコなんていないよ。私には全部強敵。私も。うん、俺もだ。クラウド、なんとかしてくれ。2000だな。極上と普通の間くらい？何の話？もみ。もみ？行くぞ。各自注意してくれ。僕はもともとミスリルを取ってたんだ。お前らミスリルはわかるわ。聞いたことはあるかな。とても硬い。そして美しい。二人とも正解だ。しかも貴重だった。ここ以外で取れたって話は聞いたことがねえ。俺は昔鉱山で働いてたからよ。この業界はじっとばかり詳しいぜ。じゃあミスリル探す？あんまりおすすめじゃねえな。シンナの技術で似たようなものを作るようになった。とてつもなく硬くてキラキラしたものよ。マテリア生成の応用だろうか。そうなんだ。多分。
奥へ向かっているようだ。追うぞ。私も行くね。いや、こういう場所の歩き方にはちょっとしたコツがいる。素人は悪いが足手まといだ。私も行こう。多少心得がある。じゃあお願い。ごめんね。ううん、ありがとう。他の車と見失わない。気をつけてね。連携しよう。はい、行くよ。沈め。まだまだ、そこ。終わり、ここで決めよう。はっ、なんの。気をつけてね、頑張るね。それ。やっ、ほい。やっ。進むぞ。
出口までつながっているのかもな。行ってみよう。そっちは任せる。さあ行くよ。それ終わり。なんとかなった。Thank you.
見失っちゃったね。いつでも追いつける。また落ちたりしてなきゃいいけど。